さあ続いてアルビレックス新潟レディースの話題をお伝えしていきます。アルビレックス新潟レディースの山谷瑠花選手が普段練習会場などを提供している聖籠町へのお礼になればとマスク5000枚を送りました。山谷選手は現在なでしこリーグ5位につけているアルビレディースの中心選手の一人として活躍しています。贈呈式には山谷選手が働いている新潟総合警備保障の広田社長も同席し、山谷選手から西脇町長にマスクが手渡されました。聖籠町さんには、素晴らしい環境を整えていただいて本当に感謝しています。私が務めさせていただいている新潟総合警備保障の経営理念にありがとうの心というのがありまして、今回は感謝の気持ちを込めてマスクを寄贈させていただきました。贈呈されたマスクは新潟総合警備保障が備蓄していた一部で、聖籠町では贈呈されたマスクを福祉施設や学校などで役立てる方針です。はい、働きながらプレーしている山谷選手なんですけれども、その山谷選手からのマスクの贈呈、阿部さん、心温まりますし、山谷選手からというとこう勇気がもらえるような、そんなマスクですよね。はい、まだね、このコロナ感染の対策としてマスクを必要といたしますしね、またこのように贈呈いただけると、マスクとともに元気もね、もらえますよね。本当そうですよね、ありがたい気持ちもなりますよね。さあアルビレディースの次のゲームなんですけれども、今週土曜日22日ホームでジェフ市原千葉と対戦します。男子とともに女子も応援していきましょう。